どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、こちら、ジェイソン・マークのシュークリーナーのご紹介です。スニーカーが好きな方ならね、きっとご存知だと思うんですけど、このジェイソン・マークは高品質なシューケア用品を提供しているアメリカのブランドで、世界中のスニーカー愛好家から絶大な支持を得ているそうです。というわけで、今回は初心者でも簡単に扱えるこちらのキットを紹介したいと思います。それではね、早速中身当ててみましょう。プレミアムシュークリーナーと、スタンダードシュークリーニングブラシが入ったスタンダードセットとなっております。これ1本でね、約100足分ぐらいの靴をね、洗うことができるらしいです。というわけでね、今回はこちらのシュークリーニングセットを使いまして、このシーズン大活躍してくれました私の愛用のこのナイキのシューズをきれいに磨きたいと思います。このスエードでもね、綺麗にね、洗えるということです。使用前のね、感じは、まあまあ汚れてますね。結構ね、いろんなところ一緒にね、旅してくれたんでね。ボールとかタッパーとかあれば、そちらに水を入れてください。あとね、いらない布とかあれば、それでもいいんですけど、今回ね、このコストコで買った、だったんでね。これ使います。まずこちらのブラシを水につけます。ちょっとで軽く水を切ってですね、プレミアムクリーナーの方をね、ここに塗ります。あ、大変だ、よくあるパターンね、これで、もう一回つけます。ここにあんまかけすぎた。ちょっと洗いすぎてたもんな。こんな感じです。とりあえず片面いきますね。一回拭き取ってみますね。おお。おお。なんかこう気持ち綺麗な。ってますね、気持ちいいじゃないね、重くそ切れになってますね、これ濡れてると分かりにくいかもしれないんですけれども、はい、両方ですね、磨き終わりましたんで、一旦これでね、乾かしてみたいと思います。はい、ちょうどね、1時間ぐらいですかね、置いてみました。かなりね、綺麗になったと思うんですけどね、 4,5 回繰り返すとより綺麗になるらしいんですけど、今回ね、1回だけでこんだけ綺麗になりました。このスエードのやつだけではなく、分かりやすいようにこっちのね、白いスニーカーの方もやってみました。はい、今回使いましたジェイソン・マークのシュークリーナー、使ってみた感想としましては、かなりね、簡単で短時間でこれだけ綺麗になるんであればめちゃくちゃいいと思います。1足半洗ってこんだけ減っただけなんで、コスパもかなりいいと思います。水につけて磨くだけなんでね、ブラシでジャーッと誰でもね、できるんでね、無駄にね、使えると思います。同じ洗剤で洗ってもこのスウェードであったり革であったりとかね、洗えるのでめっちゃ良かったなと思います。これからね、衣替えのシーズンやってくると思います。冬場頑張ってくれたスニーカーね、ちょっと綺麗にしてからね、直してあげればまた来年も履けると思いますんでね、こちらのジェイソン・マークのシュークリーナー、 Amazon リンクの方ですね、概要欄にまた貼っておきますので、興味のある方一度覗いてみてください。はい、というわけで本日の動画は以上となります。この動画面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もね、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさん、ゴムビーゴーでした。